日にちは11月17日になります。時間は14時30分、次かな。さあ今日はどんな話になるんでしょうね。アッシュタンガヨガ練習されてるからどうなのかな、そんな話もちょっと聞きたいかな。一旦切ります。あ、来ました。こんにちは。こんにちは。はい、すいません、お待たせしました。今日はあの時間いただきまして、どうもありがとうございます。すいません。いいえ、こちらこそありがとうございます。いえいえ、全然あの大したこととかあの話ししないんですけど、はい、すいません。いい、今お仕事はちょうどお休みとか間がある感じです？あ、そうですね、早朝の仕事をやってて、それでまあ今はちょっとゆっくりできる時間に基本的にはなってて、はい、で夕方まあオンラインがあったりとかしてるぐらいなので、はい、そんな時間にすいません、ありがとうございます。とんでもないです。うん、じゃあすいません、あのいくつかの質問させていただきますので、はい、何も考えずに適当、適当ってあれですけど、はい、いい意味でテストに。お願いします。すいません、今あのお住まいっていうのはこちらになるんですか？はい、お住まい、住んでるところは？あ、今はですね、あの神奈川県川崎市というところの、川崎の、はい、まあ、南北で、縦長の町なんですけど、あの北部の方ですね、最北端多摩区というところに住んでます。へえ、はい、僕今まであの川崎市東京だと思ってました。神奈川県なんですね。神奈川県なんですね。まあ東京はもう川隔てて、もう向こう側なんですぐ近くです。うん、あ、もうずっと川崎市住んでらっしゃるんですか？出身は東京。あ、東京。東京の新宿区。はい、都会ですね。うん、都会ですね。はい、からそうですね、小学生の頃に川崎市、最初中原区っていうところに行って、ちょうどその南北の中間あたりなんですけど、そこに行って、そこからちょっとどん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 こう北上していった感じなんですけど、そんな感じで今に至るっていう。なるほど。住んでるところって結構好きですか？あ、もう自然が多くて、はい、あの子育てもしやすいんで、あ、なるほど、いいところだと思ってます。たまにあの朝写真アップされてるじゃないですか。はいはい、結構あの自然のあるところ写真結構見させてもらって、これ川崎市って僕的にはちょっと都会かなとか思ったんですけど、あ、こんなところもあるんだって感じで、ちゃんと都会もあるんですけどね。すいません。いえいえ、全然全然。お仕事っていうのはヨガのインストラクター？朝やってるのも全然全く違う職種で、やっぱりあのうちもコロナの影響で、あの元々働いてた場所ってスポーツクラブだったんですけど、はい、そこがもう閉店になっちゃったんで、あの泣く泣くというか、もう致し方なくやっぱり近くで探すことになって、で電車移動もしないような場所も本当に徒歩で行けるような場所でたまたま見つけたんで、そのご縁があって、まあ、そっちの方に今行ってて、でまあなんかやっぱり不安定じゃないですか、インストラクターの収入って。そうですね。なんでその不安定な収入と一応安定性のある職種で、あの今掛け合わせて稼いでる感じなんですけど、だからやっぱりね、フリーのインストラクターやってる人間からしてみたら、やっぱりイントラで稼いでなんぼみたいなところがあるから、すごいやっぱり悩んだんですよね、それ以外のことをするって。全然しかも職種も違うし、なんかプライドがある人ほどやっぱそういうのってちょっと辛いかなって思って、ただ私はあんまり職歴というかイントラ歴が長くないんで、そこまでではなかったんですけど、なるほど、まあ致し方ないという感じですね。今半々ぐらいで稼いでる感じですかね。なるほど。このヨガっていうのはもうあの自分が例えば受けた時とかって、あの何年ぐらい前だったんですか？
これが本当に面白いんですけど、はい、あのヨガ歴もイントラ歴もほぼ変わらないんですよ。なるほど。もともとやっぱ体が硬くて、はい、それこそ5、6年前とかっていうぐらいのレベルで、うん、はい、あのヨガをしなきゃならない環境だったんですよね。そのしなきゃならないっていうのが、もうヨガをご利用ししているところで、うん、でインストラクターのなんか興味ありますかみたいな感じで言われたんですよ、面接の時に、はい、で、もともとフロント業務をやる予定でいたんですけど、それがなんか気がついたらインストラクターになったみたいな感じになってて、そこからなんか始めたような感じだったんで、ほぼほぼレッスンなんか 2,3 回しか受けてないような状況で、はい、インストラクターやっぱやんなきゃいけないのかなみたいな感じになって、そこから資格を取って、うん、で体作りが始まったって感じなんで、全然なんか本当に好きで好きでしょうがないんですみたいな感じで、それを仕事にできたらよかったなと思ってここに来ましたみたいな、はい、周りのそのイントラ仲間の話聞いてて、うん、で私そうじゃないんだけどなとか思いながらやってたのが最初だったんで、本当になんか面白いなと思いますね。なるほど。これ名前出していいのかあれなんですけど、あのこの会談であのちょっと前に長谷川先生って、はい、方とお話ししたんですけども、その長谷川先生も同じような感じで、はい、うん、あ、そうなんですか、はい、嬉しい。あのヨガインストラクターイコールヨガ始めたって感じで、うん、でなんかでもやっぱり、うんうん、いいですよ。どういうきっかけだったんですか、長谷川先生って。あの動画見てください。ああ、そうですね、そうだ、そうです、それこそ見なきゃです。もう全然時間がなくて、うん、そうなんですよ、はい、結構なんかざくっと言うと、ヨガの仕事をインストラクターの仕事をしてみたいと思ったらしいんですよ。ああ、教えることになんか興味があったんですね。うん、教えることがすごく好きで、うん、うん、そうなんですよ。全くそんなことなかったんですけど、うん、私は全くそんなことなかったんですけど、うん、なんか知らないうちになってたって感じでしたもんね、お話聞くと。なんかもうやらざるを得なかった感じ、どっちかっていうと半分強制もうやってみたいな、なんかやっぱりこう、うん、体型はやっぱりこう運動やってたんで、それっぽい、なんか感じがしたんでしょう ね、だからもうやれみたいな感じになって、そこから結局あのインストラクターって別にそんな国家資格でも何でもないから、うん、その、うん、なんていうのかね、施設の独自のプログラムとかあるじゃないですか、はい、でそこから始める人とか多いじゃないですか、うん、で私もそっちだったんですよ、どっちかっていうと、もうこの流れでやってくれればとりあえずいいからみたいな、インストラクションとかシーケンスとかも全部もう出来上がってて、うん、であとこれを覚えればいいみたいな、もうでもそんな細かく指導を受けてないですよ、本当になんかざっくり、うん、なんか動画見させられて、ええ、そんでこれでやってみたいな感じだったんですけど、こんなんで生徒さんでも結構やっぱり本格的にやりたい人とかもいたから、うん、こんなんで先生って呼ばれておこがましいなっていうところから始まって、ええ、でそれでじゃあ資格取んなきゃなみたいな感じだったんですよね。まあけどそれもありだと思います。あ、ありがとうございます。そうするとあれですか、あのヨガの先生とかっていうのは具体的に誰かいたとかっていうのはあったんですか。まあだから結局それもインターネットで探して、はい、自分のその通えるかどうか、まあ子供がねいるんで通えるかどうかっていうところもいろいろ考えて、まあここなら頑張ればいいかなっていうところから始まってるんで、うん、もう誰がいいとかっていうところからの始まりじゃ全然ないんで、うん、でそこでまあRYT200 受けた時にいろいろそのヨガ業界のまあいろいろ知ってでそこからまあ分かるようになってから自分でじゃあこの先生についていこうかなっていう人が出てきて、うん、でそこでアシュタンガにやったみたいな感じですかね。はい、ちなみにやっぱその RYT 取ったからってっていうんじゃなくて、うん、結局自分がどのヨガをやるかどういう方向性でいくかってそこから始まるじゃないですか、うんうん、なのでそこでいろいろ考えたときにたまたまアシュタンガに出会うきっかけがあったんで、うん、じゃあやってみようかみたいな感じになったんですよね。なるほど。ということはその RYT の先生よりもそのアシュタンガヨガを教えてくださった先生の方が多少なりとも影響っていうのはあったんですか。まあ、自分で選んだ、うん、
からそうでしょうね、うんうん、影響としてはそっちの方が多分でかいと思いますし、うん、やっぱり、ね、こういう方向で行きたいって自分で決めた道ですからね、うん、それなりには、はい、うん、あったと思いますね。ちなみにその先生ってお名前とかって申し上げても大丈夫なんですか？匿名先生、あの先生私の名前出すなとかとかそんなことないです。あ、全然全然そんなことないです。もう動画でも本当によく見てると思うんですけど、うん、高橋慎吾先生、ね、あ、はい、ですね。あ、なるほど、はい、あの面識は僕ないんですけど、はい、あの、はい、知ってます、はい、ご自身にとって今ヨガっていうのは何になってますか？うん、今はどちらかというとやっぱね、コロナの影響本当でかいんで、うん、なんかその位置づけっていうのはやっぱ自分が楽しむものみたいな感じにはなってるんですよね、はい、だから別にやめようとは思ってないですし、うん、なんか別にインストラクター多いから、まあ、その中で学べばいいんじゃないみたいな感じで思ってたりもするんですけど、うんうん、その、まあ、学びたい人もこの人から習いたいみたいなのがもし私であれば私も教えるけどっていう感じに今なっちゃってて、だからなんかあんまりこうね営業も正直してないんですよね。なんかそう、なんかその人間性とかそういう価値観とかそういうところでこうヒットするような人たちが結構問い合わせてくれたりとか、まあ割と私もバシバシこうはっきりものを言うタイプではあるんで、まあそういうのがなんか好きっていう人がね、まあ、何かいる中が私にちょっとこう教えてくれないかって言ってくれたりしてるんで、まあそういう位置づけには今なってしまってるんですよね。もういろんな人こうね教えられれば当然いいんですけど、でもまあもう5万といる中のイントラをもうねみんなが選ぶ時代になっちゃってるから、まあ、それはそれでいいんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、ただやっぱりそのヨガを通じて自分のその価値観とか生き方とかそういうものを教え、まあ、教えるっていうんじゃ欲しいですけど伝えられればいいかなと思ってるんで、うん、なんかそういう位置づけにはなってますね。あ、なるほど。あのヨガをして良かったこととか何か困ったことってありますか？それはあのご自身の練習でもあの例えばインストラクターとしてのあのことでもいいんですけども。あ、そうですね、やっぱり、思うのはやっぱり終わりがないですよね。だから1個できればもう一つ上の段階これができるようになりたいっていうのが出てきますし、キリがないっていうところがあって、うん、あとはやっぱりね皆さんプラクティスもねされている中でこう、まあ、得て増えてもね見えてくるから自分のウィークポイントも全然もうありますし、そういうところをばっかりを見てしまうっていうところはやっぱり、ね、困ってるところではあるんですけど、でもやっぱり自分自身のそのなんていうのかな成長とかそういうものって、まあ、周りが多分評価するものだって、私結構、まあ、私もストイックにやるタイプなんだと思うんですけど、よく周りから言われるんですけどストイックなタイプなんで、なんかなんかまだまだっていうね気持ちがね、うん、どうしても勝ってしまうんですよね、うん、なのでそれがうまくコントロールできればなっていうところはあるんですけど、でもやっぱりこう自分の意思でこういうふうにできるっていうのがだんだん増えてきてるんで、その楽しみっていうのがあったりして、うんうん、なんか、うん、いいとこも悪いとこも一応見れてるのかなと思いますけどね、うん、ヨガっていうのはちょっと今の話と似たような感じになっちゃうんだけど、ご自分の人生にとって何か役に立ってますか？あ、そうですね、もう役に立ちまくってますよね。なんか、うん、なんかこうそうだな、割と私も落ち着かないタイプではあったりして、うん、なんかこうピンチだったりとか、うん、なんかこうまあ、女性的な何かホルモンの多分影響とかもねあったりもするんですけど、そういった時にやっぱりその呼吸法だったりとか少しちょっと落ち着こうかっていう何か機会が結構あったりして、うまくこうそれを自分の生活の中にヨガを取り込めてるかなっていう場面はあったりするんで、
こんなピンチになったけど、なんか私前向きだって思える瞬間があったりして、うん、なんかそれがまあ勝手に自分で思ってるんですけど、ヨガのおかげなのかなと思います。今後の展望とかってありますか？何かしたいこととか。そうですね、もうずっともうこれは最初から思ってることで、やっぱりヨガをもっともっと、まあ、地域の人たちには広めていきたいんですよ。うちの地域って結構お年寄りが多かったり、まあ、はっきり言ってまだそこまで浸透してない地域かなってちょっと思ってて、でたまになんかご近所さん向けにちょっとレッスンやったりとか、まあ、来月も実はやったりするんですけど、まあ、見ている中でみんななんかはっきり言って同年代なんですけど、みんなこう年寄りめいてる。でもなんかこう、はい、年だから年だからっていうのをなんか言ってしまってるのを目の当たりにしたり、まああとコロナ太りでやっぱこう久しぶりに見ると体型がちょっと変わってるかなっていうのは、職業柄なのか何なのか、ああってこう思うことがあって、もう少しねこれがねなんとかならないのかなって思うところがあったりして、なんか。もうそこもそこもそうですし、あと子供たちにやっぱりヨガをさせたいんですよ。もう体育の授業の一環にこうヨガを取り入れることってできないのかなって思ってて、それがちょっと果たせないかなって思ってます。絶対に必要だと思うんですよね。なるほど。ありがとうございました。私の質問以上です。はい、今ちょっとテレビで僕これ映してて、でそれを iPad で今ちょっと録画してるんですけど、これちょっと手直しして、はい、YouTube 上げさせてもらっても大丈夫でしょうか？はい、大丈夫です。すみません、ありがとうございます。じゃあ録画の方一回切ります。